はい、ハノイリビングの田口です。今私は金馬通りにいます。はい、もう今このね、地下鉄の工事がずっと入ってましてね、メトロ、はい、もうこんな感じですね。もともと車線は広かったんですけども、今も2車線こんな感じになってますね。はい、狭くなりました。この道沿いにずっとこうやってるあのお店がね、今ちょっとこの苦戦してるって言いますかね、前の道が狭いので、どうしてもあの車を止めてお客様の出入りがやるとね、後ろからもクラクション鳴らされて全然落ち着いて、乗車出入りができないっていうね、そういう問題があって、はい、ちょっと今苦戦されてね。で、どっちかというとその相対的に今から行く林南通り、関係便通りあたり、はい、あのあたりが今一番ね、まあ、お店の集積っていうか、まあ、集まってくる率っていうか多いんですよね。今日はまあファンキービン通りにある店舗物件ですね、はい、皆さんにご紹介しようと思うので、その兼ね合いで、まあ、ちょっと林南ファンキービンあたりの店がね、こんな風に今集まってきてますよっていうような簡単なご紹介をしたいと思います。はい、今、まあ、林南に歩いて行ってるところなんですけどね、これトゥーレコで、はい、金馬通り、フランスの ODA で、まあ、メトロやってますけども、あと3年か4年かかると言われてますので、ずっとこの福音が続くんですよね。金馬もちょっとね、苦戦ですね。はい、金馬通りですね。はい、じゃあこれから林南通りの方に向かっていきますね。それでは今林南通りに来ました。ここはダオタン通りで、ダオタンからまっすぐ上に、はい、上がっている、この道が林南ですね。もう皆さんご存知ですね。前回ね、林南通りのあたりをパーッと皆さんのお店ご紹介したんですけども、意外と何でしょう、よく皆さんご覧になってて、何気に撮ったビデオなんですけども、すごくアクセスが多かったものですから、ちょっと更新してみようかなと思いますね。はい、今日は2018年の12月の、まあ、初旬ですね、日曜日の朝の9時半ですね。絶対にお店は開いてませんね。はい、これ夜 の, はあの繁忙期にこんなとこビデオ撮ってたら、もう酔っ払いに絡まれてしまうので、もうこの朝 の, 安全な時間帯にを使って、説明しますね。ここから入っていきます、林南通り。はい、前回と被るところはもちろんあると思います。前回からずっとやってるところがね、ここの例えば匠ですよね、匠2号店、はい、キューベッドン通りですかね、 VT1 かな、ハイバーチョンのあたりでやってる匠、はい、予約を入れないと食べれないっていうね、なかなか美味しいお店ですね。で、もともとからずっと僕が7年前、ここに来るまでずっとここでお好み焼き屋さんをやってるおたふき、ここもたまに来るんですけどね、はい、まあちょっと味に関してはちょっと落ちちゃったかなっていう気はしますが、頑張ってますね。で、この横でフットマッサージの富士、まあこれもガイドの方にご紹介したことはありますけども、どうでしたかって聞くと、まあまあ良かったよという話だったので、悪くはないと思うんですよね。もっといいマッサージは他にもあると思います。はい、ここが深田、はい、日本料理、北浜深田、はい、僕もそんなにここは行かないんですけども、ここもね、皆さんよく通ってる方多いですね。はい、ずっともう1年以上2年ぐらいかな、続けてやってらっしゃいます。はい、何かちょっとメニューが分かりませんけども、とても美味しいメニューが結構あって、はい、それがとても人気でね、評判の高いお店ですね。よく行かれてる方が多いです、岡田、はい、サークル系とかもね、まあまあ出てきてますけども、こういうお店がずらーっと来て、でレッドアロンっていうね、ここでよくたまによくじゃない、たまにワインを買いますね。ワインセラーですね、はい、どこにでもあるんだ。でソフィアっていうね、これ81林南、はい、ランカスターの上にやってたクラブですかね、それはこっちに来たんですよね。まあ評判っていうかはあんま行かないんで、こんなところはどうか分かりませんが、はい、綺麗な女性がこう表に立ってね、よく客引きをされてますね。でこの道ちょっと細い道なんですけど、はい、まっすぐ向こうに行くとね、まさに今看板が見えてますね、おばんざい金魚、ここはうまいですね、おばんざい金魚、はい、お母さん一人でやってるんですけどもね、はい、そんなにお店は広くはありませんが、はい、ここ僕はハンバーグ定食かな、お昼ランチね、あとはもうおばんざいなんで、ちょっとしたね一品物が結構お袋の味が味わえて美味しいですよね。で
金馬通りから引っ越してきたこれ田舎、これもベトナム人夫婦でやってますが、はい、ここもね、私のお客さんはずっともうここで毎日食べてる方、やっぱりハマるんですよね。はい、1階がカウンターだけで2階3階席っていう感じですよね。はい、美味しいみたいですね。でこの辻々に曲がっていくと、まあ、あるにはあるんですけどもね、あんまり結構あの店が変わってるんでよくわからないですね。はい、この先にまっすぐ行ったらね、あの角に美味しいフォーのお店があるんですよね、この角。はい、もうそこは本当にもうローカルのフォーを食べさせてくれるお店があります。うまいですね。あそこでもフォーって見えてますよね。あそこ、あれがなかなか、僕も時々食べますね。で、だいぶお店が増えてるんで紹介なかなか前に進まないですけど、これハンちゃん、これももう何年経ってるかな、もう結構長いですね。はい、これもね、息が長いっていうことは、この激戦地林南で息が長いっていうことは、やっぱりね、そこそこの味じゃないと保てないですよね。はい、あの美味しいお店だと思います。はい、でいろんな、まあここにこういうちょっと怖いクラブがあったりラウンジがあったりするんです。今日はなんか結婚式ですね。でここに、まあ、私たちよく会社の打ち上げなんかで使うのが焼肉ココロ、はい、シンガポーリアンがやっているお店ですね。まあここ唯一炭火で焼いてくれるんですよね。ガスバーナーじゃありません、炭火。はい、なんでね、とても美味しいです。僕はいいんじゃないかなと思いますね、ここ。はい、とても美味しいお肉では僕はいつもここに来ます。はい、でまっすぐ来てこう林南市場があってね、今日曜日の朝なんで活気がありますよね。わーっとこう露店が続いてます。この先行くとね、クラシックっていうね、日本人がやってるバーがありますね。この先ね、林南市場の先、まあ、ここもなかなか夜も結構やってて、はい、僕のお客さんがね、私の知り合いが結構毎晩のように行ってる方もいますけどね。はい、こんな感じで活気のある林南の今朝の風景ですね。で、日本大使館の横前ですかね、あった寿司館とうとう2号店出しましたね。結構いい店構えですね。はい、寿司館っていうのはもうこれもベトナム人夫婦がやっててとても美味しいんですよね。で、これが2号店出すってことは相当儲かってんだろうなと。はい、日本大使館の方がね、もう常連さん毎晩行ってるような方もいてるみたいで、丁寧に、ベトナム人なんですけど丁寧に、やると。ベトナム人がもう日本食をやっててね、日本人が一人もいない店って結構多いんですよね。寿司湾とかこの最高寿司とかね、もちろん有楽とか、ああいう今の繁盛してる店もそうです。日本人一人もいません。ベトナム人だけで切り盛りしてると。はい、まあベトナム人の富裕層と言いますかね、客単価の高いベトナム人をうまく引き込んで売り上げに上げてる、変えてるっていう感じですよね。はい、そのやり方、日本人にはちょっと真似ができないんですが、でこれがあくる日スーパーですね。最近は都民分スーパーがね、535金馬でできました。はい、それまではここしかなかったですね。日本食材の何でしょうか、調味料とかも含めていろんなものがここにね売ってるんですよね。ゴキブリホイホイとかね、あんなものも売ってます。はい、ここはまあ一つ日本のものを買うときには日本のコンビニと同じなんで、はい、来ていただければと思います。でまっすぐ歩いてきて、これファンケイビン通りですね。ファンケイビン通り、これが新しくできました。これね、横にこう東西に長いんですよね。どっちから行こうかな、こっちから行きましょうか。はい、この先ですね、ここから行きましょう。ちょっと切らずに行きましょうかね。尺がちょっと気になりますけども、ところどころで端折りますね。ちょっとじゃあこの先、まず新しい方のファンケイビン通り行きますね。ファンケイビン通り歩いてきて、まず最初に目に来るのがパクパク2ですね。はい、小野さんがやってらっしゃったパクパク1の、まあ、2号店ですよね。ここも日本人がどなたかがこう立ってやってらっしゃるんですけども、僕あんまり行かないんですよね、2はね。はい、1しか行ってません。で、パッと見えてきたこれ大阪ビッグラーメン、名前が名前だけに結構評判にはなってるんですけども、まあ、僕もここね餃子がうまいんですよね。まあまあね、餃子がうまいんですよね。で、まあ、ビッグラーメンですからラーメンなんですけど、もう豚キムチ鍋とか鶏塩鍋とかこんなものもやってるみたいですね。はい、ラーメンもあるんですけども、まああるんですけどもですね、その先は僕はあんまり申し上げません。
はい、まあ、あの人気がある結構あのお客さん来てるので、はい、あのおすすめ の, あのお店ではありますね。僕は餃子を食べに行きます。でちょっと行くとね、ここに丸銀、まだ朝なんでね、丸銀、はい、なんだろうな、これ丸銀ってちょっとこう店構えがなんかこうかっこいいですよね。これは丸銀っていうのは、あの実はさっきあの林南の入り口にありました匠なんですよね。匠3号店です。はい、串焼き屋さんのねコンセプトをちょっと強くして、今まで従来の匠とは違う品揃えだけど美味しいですよね、ここね、やっぱりね、さすが匠ですね。でハノイの整体院っていうね、ここでもあの体の歪みとか、はい、その辺をこう直してくれる、はい、ここがここにもありますよね。はい、でまああとちょろ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 とこう出てくるんですよね。まあ、僕がこう前から気になってるのがワインのね、なんだザワインっていう、はい、あのこのお店があるんですね。ビア&ワイン、これ何が飲めるのかちょっとまだ行ったことないんですけども、はい、黒ビールとかあるのかなと思ってね、黒ビールだったら飲みたいんで、はい、ワインもまあまあ美味しいんだったら、まあ、ここはどうなのかなと思ってます。はい、で私たちの日本人がよく住んでらっしゃる、はい、この辺がもうサービスアパートがうわーっとなってますね。800ドルから1000ドルぐらいのまあまあ比較的安いサービス付きのアパートが立ってます。はい、ここももうあっという間にもういっぱいですね。こんなファンケイビン通りに単身向けのアパートなんてまず出たらすぐに決まります。はい、とても人気がありますよね。でトンちゃんがねこちらに来ました、ハイバーチュンにあったトンちゃん、これが何でしょう、あのラーメン串焼きですけども、豚骨ラーメンを出すっていうね、あんまり豚骨で美味しい店はこっちないんですけど、はい、そういうお店、僕もあんまり行かないんですけどね、でもよく行かれてる、トンちゃんは有名ですね。で、バルキビンっていうね、ここもともとダイニングバー R っていう名前だったんですけど、名前を変えたのか、上にダイニングバー R の看板はあるんですけども、上に持ってって、なんか看板をバルキビンっていう名前に変えてるんですよね。これ何も内容変わってなければ、はい、ここは美味しいんですよね。なんか花があるな、ちょっと分かりません。内容変わってなければ、これ餃子がとても美味しい店で、あと一品物はねとっても美味しい、はい、たまに僕も友人と知り合いとよく行きます。はい、美味しいですね。はい、あとは、まあ、最近できたザ・エビスヌードル、はい、うどんと牛丼のお店はい、日本人がやってますね。日本人がやってる、安いですね。牛丼4万丼200円ですね。食べましたけど、まあ、量は少ないですけどもね、まあ、そんなにおーっていう感じでもないんですけど、4万丼でこれだったら全然 OK ですね。はい、うち の大森りーちゃんが大満足ですねはい、ベトナム人と結婚したりーちゃんがうちの社員で現地採用でいるんですけど、とても美味しいと言ってました。でこれが有名な大山ラーメンですね。北海道ラーメン、味噌ラーメンがとても美味しい、はい、餃子も美味しい、チャーハンも美味しい、ここはもう定番ですね。でこの横に、まあ、日本人がやってるステーキハウス、なりかつなんかもねあったりします。はい、こちら、まあ、この先行ってもまだローカルの店もあるんですけども、まあ、ここまでかな。まあ、皆様にご紹介するのはここまでですね。はい、今ちょっとファンケイビン通りの反対側を歩いてきましたね。はい、ファンケイビン通りね、はい、反対側向こうずっと行きました。今度はこう今林南にまた戻ってきたんですけども、林南通り今度は逆方向、東西に長い道なんでね、逆にも少し店はあるので、ご紹介しますね。まあ少しだって本当に3軒ぐらいですよね。はい、ちょっと、まあ目につくところだけは皆さんにご紹介しますね。はい、パーッと今歩いてきて左側にミラクっていうねお店がありますね。これはい、ここの、まあ、ラーメンはまあまあ美味しいですね。僕はここが結構うまいなと思っててね、はい、ラーメンがなかなかねこう居つかないというかなんですけども、小粒の小さなお店、他の一品物もまあまあ美味しいですね。ここもベトナム人でやってます、ベトナム人夫婦。これはここも一緒ですね。さっきの田舎と一緒で、田舎と一緒なんですよね。ベトナム人夫婦がやってて、で日本大使館のあたりにあったんですけど、こっちに引っ越してきました。でここの、まあ、経営者は有楽とかね、寿司クワンとか
ミラクとかみんなね一緒なんですよね。なんか同族でやってるみたいですね。同族ですね。みんなこう血のつながりのある、親戚土で日本食をこの日本人が固まるあの林団とか金馬あたりでやってるんですよね。はい、そのうちの一頭がやってます。でここがまあ皆さんよく行かれてるという40関係分のストリート寿司。はい、ストリート寿司、ホーチミンにもあるのかもしれません。僕はちょっとよくわかんないんですけども、行ったことはありませんね。もうちょっと普通のお寿司屋さんでいいかなと思うんですけど、まあでも安くてね、結構私の知り合いも行ったりしてますんで悪くはないんだろうなと思いますね。はい、でここが、ビアホイ。このビアホイがねまあ大きいんですけど、おそらくカノイでまあ指折り数えてトップ5ぐらいの売り上げ、ものすごい入ってますね。たかがビアホイと思うんですけども、いやいや、ものすごい利益を叩き出してて売り上げがすごい。はい、まあ場所代結構かかるとは思うんですけどね。だけど連日ねベトナム人で大にぎわい、特に昨日なんてのはアジアカップの決勝でベトナムがマレーシアを下しましたんで、多分ここすごかったんだろうなと思いますね。これはまあビアホイにお客さんも連れていくことはないんですけども、まあ、たまにベトナム人と一緒にね、スタッフと一緒に食べに行ったりするのもいいんだろうなとは思いますね。ここのビアホイは美味しくて有名なんですよね。はい、安いだけがビアホイじゃない、やっぱり味の違いはあるんですよね。でずっと歩いていくと、向こうも両材通り、日本大使館の前の通り、この辺は特に何もないんですけどもね、すぐそこにね、4ピースがあるんですよね、4ピース。ちょっと行きますね。関係便通りをずっと歩いてきて、で、まっすぐ歩いて、ここですね、4ピース。はい、有名な4ピースですね。はい、やってます。すぐそこが、両材通りですよね。はい、もう日本大使館の前の目抜き通り、南北に走る道、これがパンケービン通りが東西ですね。はい、まあこんな感じでね、やってます。まあ最初ねここいろいろ水路がね暗渠されてて、その上に建物建ったから、もう出ていけと、そんないろんな話があってごたごたしたんですけども、まあまあ今継続してお店をやってらっしゃいますね。はい、まあちょっとどうなるのか分かりません。最初はもうここを差し抜くんだろうなと思ったんですけど、そうではなくて頑張ってらっしゃいますね。はい、大変失礼しました。なんかロッテの方にも作ったりするとかね、いろんな話があって、なんかよく本当のところがよく分かりませんね。はい、でこの横に今のフォーピースの土地の地主が、全部この辺の土地一緒なんですよね。同じ地主です。その地主がここで海鮮のお店もやってると、まさしくもう両材通り沿いですね。はい、この店、まあ、今全然閉まってるんで分かんないんですけどね、ここもまあうまいんでしょうけども高いですね。まず私たちの知ってる庶民のベトナム人は来ないですね。お金持ちのなんかこの政府系の方とかが接待で使ったりするんでしょうけど、まあたまに私たちも日本から上が来た時にはここで食べたりしますけど、まあまあ普通の海鮮料理、美味しい、まずくはないですよ、美味しいです、とてもね。はい、ただまあベトナム人にすればこんな高い金払うんじゃなくて、もっとその田舎に行けば、地元に行けばもうそんなもん10分の1ぐらいで食えるわっていう気持ちがあるから食べに来ないだけで、もともとはいい食材を使って高いですけど美味しいですね。じゃあちょっとまた林南通りに戻りますね。また林南通りに戻ってきました。これ東西に伸びるパンケービン通りを今ご紹介しましたね。はい、もうちょっとね下の方に上に上がってきます。これまっすぐ行くとダオタン通り、田舎とか匠がありましたね。ずっと上に上がってきてパンケービン通りにぶつかって、もうちょっと北に行くとまだまだ店があるんですよね。ちょっと最後にそこをご紹介しますね。はい、パッと歩いてまず目につくのがおでん屋奈々ちゃん。まあここもね、はい、頑張ってらっしゃいますね。夏のクソ暑い時におでんっていうのもねどうかと思うんですけど、でもねきちっとやっぱり味が美味しくてね、常連さんも多いですね。でこの先にボーイングっていうね、なんかラーメン屋さんがありましたが、もうなくなってます。はい、やっぱり無理ですね、味はね、かなり落ちました。で、ところどころにね、こんな麺屋ランランとかね、
これ食べたことないんですけど、こんなのができてるんですよね。何の麺でしょうかね。はい、ラーメンは結構ね、まあ、さっきの、キラクとかね、はい、ある、まあ、日本食レストランにもラーメンのメニューはありますけどもね、はい、どこが美味しいのかですよね。大山ラーメンも結構美味しいですし、その先にまたカノンラーメンっていうのもあるんですけどね。はい、でここが、まあ、チャンティックさん、食事とお酒のカウンターバー、まあ、がっつり食べるよりも、ちょっと食べながらお酒を飲みましょうよっていうね、そういうコンセプトのお店で、まあまあ、ここもね、流行ってますよね。はい、で、これ、昔ながらにある、はい、赤太陽ね、赤太陽、はい、これ も居酒屋さん。居酒屋さんですね。レスト、沖縄料理がメインですよね。はい。六本木バーカラオケ、またできるんですよね。またカラオケができますね。はい。まあ、どうでしょう。はい。で、あと、まあ、福岡っていうね、お店、まあ、ここは僕はあんまり来ません。一応、中来てるんですけども、そんなに僕はあんまり、そんないい評判、いい評判というか、美味しいよという評判はあんまり聞かないので、行ってません。はい、でここに、ね、日本人向けのサービスアパートができましたね。賃貸マンション書いてますよね、はい、ここももうほとんど日本人で契約が決まったみたいですね。賃貸マンション書いてますね。でその横、まあ、パクパク、元祖パクパク、まあ、小野さんが行ける時は美味しいですよね。美味しかったです。まあ、小野さんがもう契約更新しないとおっしゃったんで、はい、小野さんがいないので僕はパクパクにはもう来なくなっちゃったんですけど、いやー、小野さんがいる時は美味しかった。まあ、今もね、そのレシピはまだ息づいてますから全然美味しいと思うんですけど、はい、小野さんというね、料理人がいないとなんてちょっと僕はどうかなと、足が向かないですよね。はい、あとこうラウンジがあったりいろいろあるんですけども、まあ、皆さんに紹介しなきゃいけないのはハロンラーメン、これですね。はい、ラーメン、このリンナー歩いてきて、まあ、この辺からだいぶ狭くなってくるんですけど、ここちょっとこう路地みたいなのがあってね、ここの入り口がハロンラーメンってあって、はい、これ日本人がやってらっしゃるんですよね。なかなかもう長いですね、ハロンラーメンも3年ぐらい、4年やってるのかな、3年半、わかりません、それぐらいやってますね。はい、ラーメンといえばいろんな豚骨もあるし、いろんな種類のラーメンをやってるんですよね。はい、ここはとても評判がいいですよね。で、いろんなコンビニがあったりして、で、トンペイですね、とんかつのトンペイ、はい、ここもね、美味しいですよね。ここもたまに来ます、トンペイ。はい、何でしょうかね、どう美味しいって言えばいいんでしょうかね。とんかつなんで揚げ物ですから、あんまりね、日々来ないんですよね、油もなんでね。僕は油もあんまり食べれないんで、たまに来ます。美味しいですよね。はい、もうシャキシャキの、千切り大根がね、もうたまらなく美味しいですよね。はい、で、ここがね、東屋ホテルがありましてね、東屋あって、この横にの太い路地の先にも日本人向けのアパートが、もうここに弊社のお客様何人が入ってるかな、はい、あります。あ、でこの道まっすぐ、ここから向こうに行くのがヒンマトゥンですね、ヒンマトゥン通り。はい、この先もまたね、美味しい店が結構あるんですよね。ちょっとまた以前ご紹介しましたけどもね、金馬トン、これまっすぐ行ったら良材通り、日本大使館の前の通りに出ますね。はい、あともう1店舗かな、はい、1つあります。これまっすぐ突っ切ってね、土井館通りかな、土井館通りにぶつかって右に曲がったところに、まあまあ日本人がやってる、何でしょうね、何でしょうか、ガールズバーかなんかがあって、ね、めちゃくちゃ高いんですけど、まあ、すごくでもね、流行ってるんですよね。まあ、日本人がしっかりやってるんで、まあ、まずは間違いなくて、まあ日本からいろんなお客様が来た時に接待で使ったりね、されてるみたいですよね。はい、もうここまで来ると林南の先の先、北の端なんで、まあちょっとここまで足の伸びないかっていう感じはするんですけど、はい、ここに1店舗あるんですよね。日本人がやってらっしゃる手打ちのそばで有名なちくわん、はい、ちくわん、まあ、これもね、ちくわんさん、もっと前は以前違うところでやってましたけどもね、ここですね、
こっちに移ってきて、まあ、頑張ってらっしゃいますね。蜂の輪乱なんで、はい、もともと二郎っていうね、なんかなんでしょう、ロバタ役みたいなのがあったんですけども、もう1年も経たないうちに変わりましたね。はい、ここでもう竹庵で、ここのエリアはスペースは落ち着いてます。はい、いろんな一品料理があって、日本人がちゃんとやってるんでね。はい、まあ、ここも評判が高いお店ですね。はい、この先はもうありませんね。曲がって突き当たり右のガールズバーぐらいですかね。はい、こんな感じですね、リンランエリア。はい、まだまだホーチミンの一区レタントンとかに比べればまだまだですね。はい、もっとレベルの高いのはレタントンだと思ってるんですけども、今はもうレタントンあたりでね、名を馳せているもう有名なお店が、次は金馬ハヌイに行きたいんだけどどこがいいですかという話が来てますね。まあその場合はやっぱりこのリンランエリア、金パン警備員、このエリアを僕らはご紹介することにはしてます。日本食であればね、日本食であれば、まあ、日本食でにぎわっているところにやる方が全体の集客率は高いんでね。はい、自分しかいないようなそんな場所でやることはないと、でおすすめします。はい、いろんなお店、いろんな腕に覚えのある方々が店をやりたいんだと、寿司をやりたい、ロバタをやりたい、串焼きをやりたい、はい、いろんな方が来るんですけども、はい、やっぱりその場合はこの辺りを私たちはご紹介するようにしてます。はい、一応ね、2018年12月の、時点での、まあ、最新情報ですね。はい、また定期的にやろうと思います。店も変わりますんでね、移り変わっていきますんで、どん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 力のないところは閉じていきますし、長く続くところはずっと毎回出てくるなっておっしゃるような店もあると思います。はい、以上、金馬エリアにありますリンラン通り、ファンケンビン通り、はい、のあたりにある、まあ、粒揃いのお店の、ご紹介でした。以上、レポート終わります。